皆さんこんにちは、スイカです。今回はですね、エリコ先生パーティーっていう QR で潜っております。皆さん、エリコ先生って覚えておりますか？トレーナーズスクールの最初のラスボス枠として出てくる先生なんですけど、皆さん、エリコ先生に何回負けましたかね？僕は3分で2回、ウルトラ3分で4回負けたことがあります。まあ、ウルトラ3分でね、御三家でフリータイプのポケモン出すってあれ完全ズルですよね、あれね。まあ、そういうズル賢さを、糧にしてね、ちょっとあいつさんのパーティーを、ちょっと粉砕していこうかなと思います。で、まあ、先発はこれニャースで比較的安定してるような気がするので、ここ先発ニャースからいきます。で、コイル出したいんですけど、ちょっとね、不利なポケモンがある程度いらっしゃるので、ここコイルはお休み。ニャビーと、アシマリちゃんで、まあ、こんな感じでいこうかな。ポチエナ。ポチエナ、何すんでしょうね、こいつ。なんか早足とかで素早さ上げたりとかするんですかね。全然、相手の行動がわからん。ちょ、ここ風から行きます。ポチエラって何するか全然わからんわ。おー。え、弱っ。え、嘘、ちょっとね、嘘。え、こんな入る？嘘でしょ？あくび。あくびは別にいいや。眠らせられても全然問題ありません、もう。なんか起点にされるポケモンって誰がいるよ。多分いるとしてもさ、ギギアルでしょ。ギギアルって俺知ってるからな。ギギアルってめっちゃ弱いポケモンって。筆頭って僕知ってますからね。もうここはもうニャンスはもう眠ってもらいます。はい。多分、ギギアルが多分出てくると思うんで、まあそれに強気で出せる、ニャビーさん入れとけば多分なんとかなると思うんで、まあそれでうまいことくるくると回していきましょう。はい。いやー、皆さん前々回の動画でさ、タイトルとサムネイルが、陰無まがいな、まあ陰無ですね。まあ陰無みたいな、まあそういうことにしてしまって、ちょコメント欄いっぱいもらったんですよ。スイカお前、とうとう、陰無にこびてしまったのか、お前陰無にこびるなんか見損なったら、もう二度と動画見ないわ。お前の動画も一生見ないわ。かすみたいな。死ねみたいな。そういうコメントをね、たくさんいただきました。本当に申し訳ございませんでした。はい。ここは炎 Z で切っていきます。はい。もうちょっとね、もう、皆さんやっぱ陰無コンテンツは、まあ、嫌いな方が、まあ、非常に、まあ、多いっていうことが、よし、ギリギリ耐えてくれるんなら、十分。オッケー！はい。ほんとに。まあ、それで、ちょっとね、疑問をね、思ったことがあって、まあ、そういったバッシングしたコメントとかが、比較的に多かったんですけど、前々回、まあ、それ以前の動画とかを見ていくと、再生数は大して変わってはいないんですけど、高評価数がね、明らかに陰無のサムネイルしたやつの方が多かったんですよ。それに対して何が言えるかっていうと、コメント欄ではバッシングしてるけど、なんだかんだで、まあ皆様方は、まあそういったコンテンツは好きであるということが、まあ好きの手の裏返しとして、伺えることが、まあできるんですよ。まあなんだかんだみんなは、まあ陰無が、まあ好きなんだなっていうのが、まあそれを見て僕は思いました。はい、さあ、ちょ、グライダー、早いのこっちの方が。モーカー、フレアドライブ、飛ぶんじゃね？あ、硬いな。あ、しかもこれ、自信過剰で、起点にさせない立ち回りできたから、これなかなか強いですね。あ、いいやん。オッケーオッケー、これ勝てるぞ、ワンチャン。よし。行き足まり！バババババ！よし。さあ、とどめや！凍らせな！おう。ま、さすが、ちょ、待って、いや、まさか、まあ、さすがにさ、ここでさ、いや、グライダの攻撃取得値って知ってる？グライダの攻撃取得値って80ぐらいなんですよ。まあ、80ぐらいなんで、この耐久に振っている、この足まりだったら、多分ね、耐えます。見といてください。まあ、耐えるんでね、絶対に。まあ、耐えるから。ほら、この通りね。まあ、耐えるんですよ。で、ここで自信過剰でね、攻撃力上がるんですよ。まあ、自信過剰でね、攻撃力上がるんは、まあ、僕も知ってる。もう自家剰で攻撃力上がるんはね、この、ぐらいのあるあるなんで、それは別にいいんですよ。おう、まあ、このニャースでね、なんとかね、持っていく。うん、まさかグライナが悪絶対と思わんかったわ。まあ、ここでここ風をしたらね、これ勝てますから、ポチエラの段階でさ、もうキアの助け近くまでダメージ受けてたからさ、まあ、勝てるんですよ、ここも。もうじゃれつく。あ、いいやん。ちょっと待って、これ勝てるぞ、ワンチャン。お、マジか？ちょ、わ、激アツやんけ、これも。起きろ！起きろ！起きろ！起きてくれー！じゃれつく。はい。ここ、タクですね。いやさ、俺さ、ここ、不意打ち押してくると思うんだわ。いや、押してくるでしょ、こんなんも。ちょ、威張るで、ここ。もう、俺、不意打ち押してくると思うわ。あ、マジ？
いけ威張れ。それによって受賞を受けて倒してくれ。お願い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 、バーン。対戦ありがとうございました。待って、レートさ、レート1030台でさ、こんなサイクルパが、こんなサイクルパいんの？ドン引きだわ。これ先発、コイルからいきます。これドヒドイでなんかどう倒せやいん、これも。おい、ドヒドイでの倒し方教えてくれ、俺に。こいつどう倒す？知らんけどさ、勝ち方あるんですかね？相手、どうやったらこっから負けるのかをちょっと見たいな。じゃあ地味にこれ相手のパーティーギャードスと出てきても十分やばいですね。ギャードス来られると、肩破りとかで、コイルの頑丈が貫通しちゃうんで、それはちょっと避けないといけない。ガモスから来るのはオッケーで、ここどうせなんか、不調の前とかしてくるんで、ここもコイルで、毒毒から入れてはめていきますもん。まあ、蝶の舞ここしてくるんか全然とわからないですけど、まあここは蝶の舞、まあ毒毒から入れないとこれお話にならないんで、ここは毒毒入れていきます。ミトちゃん？あ？物理型ってこと？物理型ね、なるほどね。まあ別に、ウルガモスは、物理型だったらそこまで怖くはないんで、まあなんかフリアドライブとかで火傷ワンチャンされるのが一番困るんで、まあそれさえ避けとけば、まあなんとかなるかなといったような、まあそんな感じですね。うん。で、まあ、ギャウスが来た時を考えて、まあ、ギャウスが来た時はちょっと、ニャースに交代して、イバルではめるわ。もうそれ以外にちょっと勝ち筋が、ごめん、思いつかない。うん。あと、ドヒドイでも、まあ、イバルではめて、ニャースの悪巧みフルーツ見して、そっからビートしていくしかちょっと勝ち筋が思い浮かばないですね。うん、ギャウスいるよな。まあ、いるは知ってる。うん。あ、それはええねんけどさ。こっからよな。まあ相手はここ、まあ竜の舞してきたら、まあうまい。君はうまいってなるけど、まあさすがにそれもないしな、ここ交代で。うん。これ相手何？レートもしかして最低限から上げようとしてるんかな？今のところプレイングに沼要素が、一つも見られないんで、その可能性普通にありますよね。まあ、ここはイバルで。俺は今から、イバルぜ！よし。ダメか。ダメやったか。いやー、ちょっとここは頑張ってもらうのダメやな。ギャードスって確か、最速いくつやったっけ ?130、140ちょっとやったっけ、結構高かったよな。もう純速にかけるしかねえじゃん、こんなんもう。もう純速にかけます、ここ。これ純速にかけない、勝てない。うん、最速、いや、いじっぱなんじゃないの、この辺のレート帯やったらさ。いや、あると思うけどな。うん。あ、じっぱりですね。いじっぱりなら問題なしで。さあ、ここ、自傷ダメージ受けて、ちょっと激輪で、飛ばさせてもらわないと、悪いけど勝てないな、ここな。よーし！よし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 ！いけるな。さて、相手はヘアリータイプのポケモンもあれだけやし、激輪外力 130？ じゃ、120か。120で、フリアドライブやったら、じゃ、Z のフリアドライブやったらいくつや？ 190 の、285ぐらいの半減だから、こっちの方が膨らむな。いけ！まあ、オッケー、十分十分、ここやぞ、ここにかかってるぞ、よーし！よーし、よし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 、勝てるかもしれない、勝てるかもしれない。さあ、裏のポケモン誰ですかね、これ。あと、ドヒドイズとかいるんかな、カグヤとかやったら勝てるんですよね。ガモスやったら多分フリアドライブで飛ばせるし、あ、これ、かぐやじゃない、やっぱり。俺、勝てるぞ、これ、ワンチャンに。おい、じゃ、ニャース、十分仕事してくれたな、これな。あ、この仕事が大事なんですよ、ここ。で、そうですね。ここ、ちょっと冷静に行かないとダメですね。フリアドライブを、非常に、押したいんですけど、これプラス反動ダメージを入れてしまうと、これ、負けてしまうんで、僕、これ、裏は絶対かぐやだと思うんですよ。
まあ、なので、いやでもそれでもな、これでかぐやとか来られて、コイルが使い物ならなくなったら、それはそれでめんどくさいしな。どうしよう。かけるかも、裏のポケモン。クレスリアとかにかけようぜ、ここも。フレドラ行きます。おし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 。な、なにこの、ニトチャと、ニトロチャージと超の舞って両立するもんなんか。ちょっとここはさ、ちょっとめちゃくちゃ、コイルバックか迷いましたけど、これ絶対かけると思うねんな。もうこれでさ、なんかカプコケコとか隠してたら、俺も何も言えへんくなるわ、もう。じゃ、ここの超の舞ごめん、よくわからんけど。なんとかなりましたね。うん。オッケー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 。さあ、誰やる最後のポケモンは。でっかい、おしおしおし、勝った！勝ったやろ、これも。かぐやって最速でも60何足やから絶対抜かせない。ニャビーは最速で60何足なんでこれ勝ちましたね。よし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 。あぶねえ。消えろ！おらー！よしよし、対戦。ありがとうございました。決まりましたね。おう。危ない。ということで皆さんぜひとも、この QR 使ってみてください。ありがとうございました。